え、皆さんこんにちは、茜ジレンマ長俊と申します。今回もね、私屋さんとつながっております。よろしくお願いいたします。どうも、茜ジレンマ長俊の友人私屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか、今日はなんか聞きたいことがあるって聞きましたけど、何でしょうか。いや、ここのところね、こう桃色クローバー Z のことをいろいろ教えてもらってるんで、僕もちょっと興味が湧いてきたんですよね。いいじゃないですか、非常にね、いい傾向ですよ。はい、まあ、そうなってくると、こうどの曲を聴けばいいのかなと、なんかおすすめの曲があれば、ぜひ教えていただきたいなと思いまして。おすすめの曲ね、むずそこをなんとかお願いします。むずいな、全部好きやからな。そこをなんとか教えてください。いや難しいな。いやもう好きな曲がいっぱいあるけど、行くぜ怪盗少女とか、走れとか、それこそまあ聞いたことあるでしょ、代表的な曲、まあ、それ以外となるとまあなかなか難しいんだけど、じゃあもう本当にね、その個人的に好きな曲になりますよ、こうなっていくと。いいでしょう。いいですか、それでも。いいです。本当に私のね、好きな歌ということで、ちょっと何曲か紹介したいなと思います。で、まず1曲目はね、五雲という。五雲？はい。幸先が怪しいな。はい。G-O-U-N-N と書いて五雲ですよ。まあ、僕がね、これね、何で好きかというと、まあ、僕がももクロにハマったのが2013年くらいなんですよね。当時ですね、この茜ジレンマの、舞台の脚本ですね、異邦人という作品を書いてたんですけども、その脚本が、その田舎町の祭りの余興にやってきたアイドルとマネージャーが、その町に隠された秘密を暴いていくみたいな話だったんですよ。はい、ですから、そのアイドルについて僕全く当時分かんなかったんで、ちょっと調べてたんですよ、いろいろなことを。でその時にちょうどこの曲が発売されて、まあラジオとかで結構まあ聞いてたのかな、おそらくね、でも歌詞がよく分かんなかったんですよね、でももクロのことをちょっと調べ出したんですけれども、それまでのなんかアイドルのイメージって、なんか可愛い衣装着て恋愛ソング歌って踊るみたいな、そういうイメージがあったんですけども、このね、五雲のプロモーションをまず見たんですけど、思ってたのとも全然違くて、なんかこう小林幸子みたいな衣装着た、なんかこう、一筋縄では読み解けないこの歌詞を歌ってるわけですよ。なんだこれっていうふうにしもうこと衝撃を受けたわけですよね。で、まあ、そっからね、まあ、この最初はね、この仕事のために調べ出したこのももクロというアイドルグループなんだけども、まあ、どんどんこう深みにはまっていって、これね、まあ、正直こんなこと言うのはあれなんですけど、もう YouTube で見られる映像は全部見ましたからね。それぐらいハマっていって、それに時間を使いすぎて、結果的に脚本書き上がるの遅れましたから。あかんやないか。元も子もないやろ。そうなんですよ。まあだからそれぐらいハマっていくももクロちゃんとの出会いのきっかけとなったね。この五雲という曲。これは個人的にはね、外せないですよね。そして続いて、白金の夜明けという曲がございまして。これはですね、2016年のアルバム、フォースアルバムですね、白金の夜明けに収録されておりまして、で、これはですね、まあ、田中将大にも収録されてますけども、DNA ラプソディとか、マイ・ディア・フェローといった曲を書いている、まあ、前田隆弘さんという人が作詞なんですけども、まあ、とにかくこれ歌詞がやばいと。なんかね、こう胸に突き刺さるというかね、なんかちょっとずつうまくいかない、ちっちゃい絶望ばかりでみたいな風なことがね、こう人生ってもうそういうののなんか連続だったりするじゃないですか、
ああ、それでね、この曲のね、サビに当たる部分ね、もうちょっと全部朗読したいぐらいですけど。そう。ずっと笑顔ばかりを選んで泣き顔を見せるのを迷ってたっていう曲がね、うんうん、こんな歌詞ね、ももクロちゃんに歌わすかいっていうね。だってもう国立で、そう、うん、笑顔の天下を取りたいって言ってた子たちですよ。そう、 そういう子たちに、だからこういう歌、ある意味、その国立から2年が経って、紅白に出られないとかっていう、まあ、挫折もね、ちょっと味わったりとかして、うん、だから本人たちにとっての沈みみたいなのもちょっと反映されてるのかもしれないですけど、うん、だからこの、アルバムについてる、このメイキングでも誰かが言ってましたけど、もう前田さんなんか全部分かってるじゃんみたいなことを言ってましたからね。うん。うん、だからね、この気分が沈んだ時なんかはね、うん、この曲をね、聴いていくわけですよ。うん。もう何と聴いたか分かんないです。ほう。もう沈んでばかりの人生だからね。あらららら。あらららら。大丈夫ですか？何回も聴いた。そういう白金の夜明けという曲、ぜひね、聴いていただきたいなと思います。はい。はい。そして、続いてがですね、ゴリラパンチという曲がございまして。うん。まあ、変なタイトル。違うね、うん。うん。変なタイトルでしょ、うん。で、さっきのは、その、白金の夜明けはフォースアルバムだったんですけども、うん、これは同時発売のサードアルバム、うん、アマランサスというアルバムに収録されている曲で、うん、まあ、オリジナルはね、結構こう、有安桃花ちゃんがメインとなってる曲です。うん、で、これね、意味わかんないですよ、うんうん。歌詞がよくわかんないですよ。ゴリラ、ゴリラって連呼してね。うん、最初音源でアルバムでこれ聴いたときっていうのは、うん、あ、なんでこんな曲作ったやろって正直。何やこの曲って思ったんですけども、うん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 、しかも、そのね、歌唱力に定評のある桃花ちゃんにね、これを歌わすっていうのは、うん、何やろな、これって。うん、まあ、アルバムだからこういう、一曲ぐらいこういう曲もあるかみたいな感じぐらいに思ってたんです。うんうん、で、このアルバムを引っ提げての五大ドームツアーっていうのをやってるんですけども、うん、2016年、うん。はい。で、私それを見に行きまして、うん、で、まあ、しかもね、これ、西武ドームで撮れなかったんで、福岡まで遠征に行きましてね。おうおう、そのドームツアーで初めてこの曲をライブで生で聴いたときに、うん、これなんだか分かんなくても、まあそんなの関係ないやと思ったんですよね。ほう、どういうこと？それはね、そんなのもどうでもよくなるぐらいの、まあ、ももかちゃんをはじめとする5人のね、このパワフルさがね、まあ、見てても楽しくてね、非常に。だからこれステージ映えする曲なんですよ、すごい。だから、そう、音源だけ聞いただけじゃ、ちょっとよくわかんなくても、ライブを見て好きになるっていう曲も多分いっぱいあると思うんでね。うん。なるほど。はい。で、これがね、まあ、2018年に、まあ、ご存知の通り、ももかちゃんが抜けまして、うん、この曲はもう封印かな？聞けないかな？うん。うん、わけですよ、うん、で、2018年の東京ドームライブで、うん、これがですね、アーリン曲として復活したんですよね、これがね、このその時のもうすごい覚えてるんですけど、この一生会の後にですね、うん、アーリンだけがこう一人でバーって出てきて、うん、静寂の中ですね、こう佇んでね、こう見てこっちゃなんだなんだって思うわけです、うん、で、そのこの曲をバッと歌い出した時のこのドーム中の興奮と熱狂ね、うん、これはもう忘れられないですね。このちなみにね、他の3人はその時ね、ポップアップって言って、この奈落からこうジャンプしてバッて出てくる演出だったんですけども、うんうん、まあ、その時のしおりちゃんだけ思ってる以上に高く飛んでますから。その跳躍力にも、やっぱりね、ライブ映像も見る際に注目していただきたいなと思っております。はい。はい、そういうわけでね、うん、まあちょっと3曲、紹介しましたけどね。まあこれは本当にも個人的なあれなんでね、そういうわけで、私のももクロの好きな歌、
3曲ご紹介しました。ありがとうございました。